先日 Linux のディスクトップパソコン用に Amazon で USB に挿す Bluetooth アダプターを買いました。 Bluetooth ヘッドホン用に買ったんですが、ドライバー不要で使えて調子が良いです。そこで Bluetooth のキーボードも使えるんじゃないかと思って手持ちのキーボードをつないでみました。当たり前ですが調子よく動いています。僕は英語配列のキーボードを使っているので、日本語モードをオンにするにはコントロールキーを押しながらスペースキーを押す必要があります。そこでキー定義や配置を変えるためにソフトで変更していますが、今回のキーボードも常用している USB キーボードと同じ設定になるようにしました。日本語モードをオンオフにするトグル式の設定では、現在の入力モードを覚えておくか画面上でチェックする必要があって、僕は面倒くさいと感じてしまいます。そこでスペースキーの両横に日本語音と直接入力音のキーを配置しています。これで日本語を入力するときには日本語モードでも直接入力モードでも日本語モードオンのキーを押せば日本語入力モードになります。逆に直接入力モードをしたいときも同じように直接入力モードオンのキーを押せば必ず直接入力モードになります。このあたりの設定はそれぞれの好みの問題ですから別にいいですが、この設定で日本語キーボードのように一つのキーで日本語オンオフできて便利です。ちょっと話がそれるかもしれませんが、そもそも僕が英語キーボードを使っている経緯を話そうと思います。僕は1975年に輸出専門の電気会社に就職したので、時々はタイプライターで英文の文章を打つ時がありました。当時はコンピューターもあまり普及していませんでしたが、そのうち世の中にパソコンが登場しました。電気関係の会社だったので職場にも導入されましたが、英語配列を無理やり日本語配列にしたような違和感がありました。それでもそれしかなかったので違和感を持ちつつ使いました。そのうちに個人でもパソコンを買って使うようになって、しばらくしてから英語配列のキーボードがあると知ってすぐに買いました。パソコンを使い始めた時からローマ字入力をしていましたから、キートップにひらがなの刻印がない英語キーボードはすっきりしていいです。当たり前ですが英語キーボードは世界標準ですから、海外サイトでキーボードを買っても大丈夫です。そんな英語キーボードですが、自分好みにキー配置を変えるので、ご覧のように変更したキーにはラベルを貼っています。今まではバッテリー持ちの関係で USB ケーブル式のキーボードを使っていましたが、このキーボードは充電しながらでも使えたので良かったです。ご覧のように充電中の LED が点灯していますが、普通に使えています。今回は手持ちの適当なミニキーボードでやってみましたが、フルキーピッチのキーボードを買って使ってみようと思っています。使った Bluetooth のアダプタはとても小さいので、 USB に挿していても邪魔にならないのも良かったです。
それではまた次回お会いしましょう。